本来、しっかり準備をして上がるべくリングで急なオファーで勝てるほど甘くない世界だというのは分かりつつもこういう緊急事態というのは格闘技界ではあることですしそこに自分を指名をいただいたということで自分はできる最大限の役割を果たそうと思って。 まあ挑みましたしまあ本当は本来まあ自分が嫌なら断ればいいだけの話ですしまあそれを見越して来人さんが自分の指名をいただいたということは僕は非常に誇りに思ってますし悔しいですがでもこれで諦めずに絶対また復活して。 設定トへ戻ってきます。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。えー、ヤンセンス非常に強くて、自分も、えー、急遽ながら視力を尽くして戦いましたが、えー、やられてしまいました。悔しいです。参戦を決めた思いというのもいただいてもよろしいでしょうか。 このような、えーまあ、急なオファーで、まあ、受けるかどうかもすごく迷ったんですがやはりこの、まあ、友達の海君が出れないという緊急事態に、えー、ライジンさんから、えー、オファーをいただいて、まあ、自分がこの日本の総合格闘技会このイベントを支える、えー、一役を担う選手として、まあ、指名をいただいたことに、えー、光栄に思い、えー 参戦しましたがあの、まあそのまあ、本当にそんな簡単に出れるリングじゃないのは分かってますしあのこんな準備もできてない選手が勝つほど甘い世界ではないというのはまあ分かってますし本当に漫画みたいな漫画のヒーローみたいにあのうまくいく世界じゃない。 っていう現実をつけられたというかある意味、これが格闘技の世界の姿というかこれが本当に格闘技の答えだったんじゃないかなと身をもってて感じています1ラウンド目で終わったときに戻ったときにもう右腕の尺骨が折れてるなというのは分かっていてセコンドにも右手が折れてるるということはもう言ったんですが。 そんな折れたぐらいであの諦めるほどやわなあの人間じゃないんで甲斐君も拳を折った中で年末戦ったりまあそういう姿を見ていたのでまあ自分がここであの諦めるわけにはいかないと思って最後まであの気力を振り絞って戦いましたまだまだあの自分はこんなところで終わるつもりもないので。 あの友達の親友の,あの海君とともにまあしっかり怪我を治してまた日本の総合格闘技界をあの盛り上げるべく精い精一杯自分の人生をかけてまた戦っていきたいと思っていますありがとうございます。